こんにちは。今日はですね、5月6日ということで、約1ヶ月前、4月17日に受けた数学検定1級の合格発表をインターネットで見られる日です。ということでね、早速見てきました。バン。ということでですね、前回11月の試験で1次を受かることができたんですが、今回はですね、4月で無事2次も受かることができました。本当にありがとうございます。まあ本当、高みを目指せばキリがないと思うんですね。もう1次と2次を両方満点で合格するみたいな、そういう目標もありやとは思うんですがね、まあ前回来たこの1次の合格証書に加えて、もうすぐね2次のこれも来るっていうことを考えたら、まあ自分の中ではもうね、自分の今後やっていきたいこととかで、2人目もそうですね、無事に生まれたんでね、やっぱ育児とかにも時間割きたいっていう部分もあるんでね、まあ自分の中で数学検定1級はもうこれでクリアでいいかなっていうのが今のところの気持ちです。でもう本当にこれ上っ面の言葉じゃなくてね、もう合格できたのは本当に皆さんの応援のおかげだと心より思ってます。ありがとうございます。何回も諦めかけたんですよ、もう難しすぎて。でもね、やっぱりこうやってここでね動画にして宣言してる以上、やっぱ途中でやめるわけにもいかんし、恥ずかしいし、何よりみんなめっちゃ応援していただいたんでね、それが後押しになって本当に勉強を継続することができて、やっぱり勉強継続できればいつかは受かるんやなっていうのがこれでね分かった、改めてね自分で感じ取ることができました。本当にありがとうございます。で、取り急ぎ今日はですね、まあこの合格発表応援してくださった皆さんのためにもね、早くお伝えしたいなと思って、とりあえず合格発表の結果だけお伝えさせていただきます。また今後ね、何かお知らせするようなことがあればね、お知らせさせていただきたいと思います。ということで、とりあえず皆さん本当にありがとうございました。